国家トゥー島、あるいは国家トゥー島はオーストラリアニューサウスウェールズ州のシドニー湾に浮かぶ最大の島であり、パラマッタ川とレンコーブ川の合流地点にある。かつて国家トゥー島には刑務所、少年院、監獄が設置されていた。また20世紀の間ではオーストラリア最大の選挙が設けられていた。その選挙のうち2つが1857年に 囚人の手によって建設されたものである。2010年にユネスコの世界遺産に他の十の遺産とともにオーストラリアの囚人遺跡群の一つとして登録された。ヨーロッパ人が到来する以前の国家通島はおそらく1839年ニューサウスウェールズ植民地総督であったジョージ・ギプスによって国家通島に刑務所を新設することが決定された。 1839年から1869年の間の国家通島の施設といえば刑務所のみであった。初期の国家通島の住民はノーフォーク島からの受刑者であり、彼らによって岩で作られたサイロが建設された。1842年には140トンの穀物がこのサイロに貯蔵された。国家通島刑務所の最初期の囚人で有名なものの一人に、 無法者のキャプテンサンダーボルトが挙げられる。サンダーボルトの妻が脱獄できる道具を携えて、シドニー本土から国家トゥー島まで泳ぎ、その後、二人でシドニー本土へ脱獄したことで、サンダーボルトの名前は有名となった。後に国家トゥー島において採石がなされるようになり、 国家偶島の囚人用建築物のみならず、サーキュラーキーを含むシドニー建設に国家偶島の石材が使われるようになった。1847年から1857年にかけて囚人たちはオーストラリア初の選挙となるフィッツロイドックの建設に従事することとなった。4万2000立方メートルの岩が採石され、そのうち 14000立方メートルが選挙に用いられた。フィッツロイドックの礎石は1854年6月5日、当時のニューサウスウェールズ植民地総督であった、チャールズ・アウグストス・フィッツロイの手によって置かれることとなった。そのため、この選挙の名前は、この総督の名前にちなんだものとなっている。1857年の完成当時、 選挙は長さ96メートル、横幅23メートル、選挙の入り口の幅は18メートルであった。1857年12月に、この選挙に初めて経由された船舶は HMS ヘラルドであった。1864年、国家トゥー島の管轄はニューサウスウェールズ刑務局と公共労働局の2社に分割された。後者が ドックヤードの拡張工事の中心となった。1869年に国家通島の刑務所に収容されていた囚人はダーリンハースト刑務所に移された。1860年代からフィッツロイドックは拡張工事が断続的に実施され、1880年代には長さ196メートルにまで拡大した。1882年から1890年に かけて建設されたのがサザーランドドックである。この選挙の名前はジョン・サザーランド労働大臣にちなんで付けられたものである。1890年に完成したサザーランドドックは2万トン級の船舶が経流するのに十分な大きさを持っていた。1913年より国家通島はコモンウェルスナーバルドックヤードが所有することとなったが、1933年には 国家トゥアイランドドックスエンジニアリングが所有することとなった。1913年から1927年までの間、サザーランドドックにはオーストラリア海軍の船舶が係留していた。第二次世界大戦中の国家トゥ島の役割はシンガポールの戦いでシンガポールが日本軍の手に陥落したことから重要性が増すこととなった。少なくとも 戦争中に20隻の船舶が国家通島で建造された。終戦後も国家通島では海軍及び民間船舶のためにドックヤードは稼働し続け、それは1992年まで続いた。国家通島で建造された船舶は以下の船舶である。オーストラリアライトデストロイヤープロジェクトはイギリス海軍のタイプ21と同様1 0隻の 駆逐艦の建造を1970年代から1980年代にかけ、しかし、製造コストが上昇したことから、1972年に成立したゴフホイットラム内閣時代には、建造計画は3隻まで縮小した。国家通島の開示産業は1992年に創業を停止した。2005年、国家通島フェスティバルが開催され、再び、 解放されるようになった。現在では、国家トゥー島は、シドニーハーバーフェデレーショントラストによって、運営されている。2008年には、国家トゥー島内に、キャンプ場も整備され、島内からは、シドニー湾に架かる、ハーバーブリッジを一望することも可能である。また、島内の二つの住居遺産は、休日の住宅として、現在では、利用可能である。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された ABC サイツコカトゥーシドニーハーバーフェデレーショントラスト2006年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年4月10日閲覧 AB ジレット P12 ありがとうございます